俺もファンアートのタグつけようかな、ツイッターで。なんか最近ファンアート流行ってるらしいし。何にする俺のファンアート。なんかデブアートってありそうじゃない？俺なんかあのニコニコでデブ活ってハッシュタグでやってたら、なんか普通にデブ活って言葉あるからさ、違う一般ユーザーの。お待たせいたしました。あ、でもなんかデブアートなさそう。逆転劇12対4、うん、しづらい。デブアート多分ないよね。ハッシュタグある？まあ今まで誰か今すぐデブアートとなんか適当に、ね、なんかアート書いて、ね、今すぐアート書いて、そして今すぐマウスでピッて書いてデブアートで上げて、最近はプレイしていない、それハッシュタグ、それ一番俺の固定ツイートにするから、一番最初のやつ固定ツイートにするから、平分見せてないやらなかったりするところ、逆にさどうするんだろうとか、線一個だけだったらあまりにもなんか芸術点が高すぎるな。ブリッジだったんですよ。いやなんかパチエモが書いてる、適当に保存しとくか。で的の範囲が、イラスト見るの、好きなので募集します。もしかしたらスイッチのスタンプに使うかも、ハッシュタグデブアート。まもなく、これでうちの芸術家担当の遊び場にしよう。1回も出場で今のところデブアート完成したい。でもうあんの、さっきまでなかったのデブアート。でチェンバーが入って、だからスナイパーとかそういったところで言うとパスなんじゃないですか。お、ええやん、お、ゴミみたいなやつしかねえじゃんデブアート。お、いいね、芸術点高いよデブアート。他のプロ選手との連携、ゴミしたやん、ゴミみたいなやつしかねえじゃねえかよ。そこら辺が必要になりますので、もしかしたらそっちの、おい、なんかへそみたいなやつ書いてるやついるじゃん。終わってる。でもスピード感好きだよ。書けって言って速攻書いてくれてるから。よくこう切り替えて。アルビーに関して言うと、プロフィールにもデブアートつけとく。まあかなり器用なプレイヤーだなって感じますよね。うん、ただ。